はい、ダガさんです。本日も新しい、器具が届きましたので開封したいと思います。今回購入したのは、また独身の日で、割引クーポンを使うための、値段合わせで購入したため、特に、何も考えずに購入してます。はい、今回購入したのは MF9、マイキ文化、モイユですね。モイユの、9×9 です。はい。9×9 ってこんなに小さくなってるんですね。はい。めっちゃ小さいです。どれぐらい小さいかっていうのをちょっと今までのキューブと比べてみたいと思います。はい。これが、3×3 です。まあ、3×3 に比べれば絶対大きいですね。はい。次、4×4。まあ、4×4 とも違います。はい。5×5。5×5 と比べてもちょっと大きいですね。で、まあ、6×6 持ってないんで、次、7×7 ですね。はい。今までの 7×7 と同じ大きさです。この MF シリーズ、かなり小さくできてます。で、これが9に対して、10×10 はこれですね。もう 10×10 のやつのセンターの大きさぐらいしかないです。はい。で、他に 13×13 もあるんですけれども、まあ 17×17 の方はちょっと箱から出すの面倒なんで置いときますけれども、今までの、まあ大きさから考えると、この 13×13 の、センターと同じ大きさぐらいのやつで、作られてるっていう感じですかね。はい。で、サイズを測りましょう。これあれですね。これだけ小さいと 7×7 とか 8×8 も買いたくなってきますね、これだけ。MF シリーズの 10×10 はちょっと見たことないんですけれども、もしかしたらあるのかもしれないです。はい。では、サイズを。わかりますか ?79.93。つまり80ミリ。8センチですね。8センチしかありません。で、7×7 の方は、85ミリ。なんで、7×7 より小さいです。はい。というわけで、今までちょっと大きいキューブしか持ってなかったんで、多層キューブしか持ってなかったんで、あんまりやらなかったんですけど、これだと持ち運びにも便利でいいかもしれないですね。で、まあ、15×15 も、13×13 よりも小さくなってるっていうのを聞いてるんで、まあ、今度ステッカーレスも出たっていうことで買いたいとは思ってるんですけれども、まあ、17×17、持ってるんで、そこまで、急激にすぐ欲しいとは思ってません。なんで、機会があったら買いたいと思います。で、まあ、とりあえず、綺麗な模様を作っていきたいなと思ってるんですけれども、ちょっとチェッカーの仕方を間違えました。チェッカーにはなってないですけれども、一応模様ができた感じですね。ぐるぐる回してると中からちょっとグリスが漏れてきてるような感じがしますね。はい。ベタベタ、わかりますか?手がテカってる。はい。こんな感じでちょっとグリスは結構漏れるような感じですかね。一応普通のチェックにしよう。はい。で、そうですね。
まあ、ちょっといろんな色を混ぜてみようかなと思ってやってみたんですけれども、まあ、そうですね、これだと本当にいろんなところに持ち運びができそうな感じです。はい。では今回は、9×9 の開封動画でした。このシリーズで多分、8×8 も買っちゃいそうです。はい。では、チャンネル登録の方お願いします。